一筆書いてもらうからさこれが証拠だからさ、この番組がね。こんばんは、タンカチャンネルです、ピアニストの石井明です。金沢秀明でございます。そして、今日のゲストは高橋直樹。高橋直樹。ドラムスの若手の、ね、筆頭株。お願いします。高橋直樹くんです。最年少かな、ゲスト。お、いや。違うよ、小学生がいたか正月特番があったじゃないですか、そうだそうだそうだ、怒られるよマナちゃんに、 その次だね、直樹二十歳になった、4月12日生まれ、お、うん、自慢じゃないけどね、俺も石井も二十歳だった時があるんだそうなんです、お前俺たちの年だったことがまだねえだろ、俺らはお前の年だったことがあるんだすごいね、この理屈は。確かに。すごいね。でも本当にあの子供の頃からね、知ってて。いや、そうです、ね。で、札幌 だから。もうみんな札幌じゃん。そうだよ、俺だけのけもんじゃん。いつもそうやってさ、北海道出身だとかですね、さ、つるむんだよ。つるむ。囲うというかさ。はいはい。ね、こうやって、ふんっていう感じで。です。僕、あの石井との間には津軽海峡があるんだよ。あ、ここにいい、ね、連絡船が、ね、連絡船に乗り、ね、凍えそうなカモメ見つめて泣いていましたよ、なのこっちゃもう札幌の石若俊のね後輩というか、あれなんていうバンド、ビッグバンド、札幌ジュニアジャズスクール、うん、ビッグバンド、ね、そこの出身者だよね、はい、すごいよね、エレナもそうだろ、そうです、ね、から山田武蔵もそうだろ、うん、二階堂くんとか、そうっす、すごいよね、竹村一徹くんもね、バシバシ輩出してるよね、うん、いいプレイヤーを、確かに、ね、僕が札幌にいた頃はそんなことなかった、そんなとこなかったですから真駒内から向こうは何もなかったですから、あ、そうなんです真駒内でどこですか真駒内でどれ、南区の真駒内ですね、え、札幌なの、札幌の中の真駒内っていうのは、そうっす、駅の南区の方に行くと、俺の子供の頃は区はないから、まあ、そうなんですか、何がそうなんですかだよお前、全然ないよ、だってそうだな、100人ぐらいかな人口が、嘘だよ嘘だよ、来ると一緒に車で来たんだけど、東京でジンギスカン食べれるとこありますかとか、そうなんか近くにありますよ、 あるんですか、あるある、もう行ったことないんだけど2軒知ってる、あ、そうなんですね、うん、やっぱスーパーにジンギスカンが売ってたのはありがたいことだったんだなって、こっちに来てすごい思いましたあ、売ってないもんね、売ってないですね全然、うん、やっぱり主食だった、もう3日に2日ぐらい食ってた、いや、でもやっぱ1週間に1回あるかくらい、でも週1でジンギスカン食ってたのか、割僕の家庭は結構食べてました、羨ましいな、高橋家、高橋家ジンギスカンばっかりでしたね、本当そうか、今ね東京来て、あ、何年になるもん、あ、2年、やっとそうですね1年経って今1年と2ヶ月くらいになった、そろそろあのいろんなとこのバンドの名前見るよね、直樹が入ってるの、うん、そうですね、ちょこちょこやらせてもらってます、まあ忙しくなるだろうね、うん、頑張ります、一番初めにさ会った時ってさ小学校ぐらいだったっけ、僕は実はあの日野さんのバンドを見る前に実は石井さんのライブ見に行ったことがあって、え、マジか、え、いつ、小山翔太さんうん、デュオを見に行ったことがあって、翔太さんとデュオをどこでやったの、どこで、エイジーバード、エイジーバードね、はい、あの時実は僕ご挨拶させていただいたことがあって、うん、でもしっかりそのなんか挨拶なんかちょっと話してドラムやってるんだくらいで、
その日は終わってて、でも僕はずっと毎年その札幌シティジャズの日野さんのバンドを見に行ってて、うん、それでなんか飛び入れさせていただいたりとかもしてて、うん、でクーの時にいたた、ね、あそうですね、怪我してる時で足を怪我してた時で、ね、大体さ、シュンもそうだけどさ、小さかったよね、うん、そうそう、小さかった、結構背小さかったです、だからさ、次に会うとでかくなってるんだよ、すごい生き物だなと思うね、そのまんまでいったら俺たち6、7メーターになってる、6、7メーターだから俺たちはさ、姉妹会っても変わんないっていうか、あ、年取ったねぐらいの感じだけどさ、お前らでかくなるもんな、確かに今もちょっとずつ伸びてるんで、ほんとかよ、ま、いくつぐらいまで伸びる、伸びるつもりなんだ、まあ、ざっとそうですね、190くらいは行きたいですけどでもあれだね、ドラムの仕事はすごくね、増えてていいよね、今年もだって日野さんのとこやるんだろ、そうですね、やらせていただく予定があって、あと大西純吾さんとことか、はい、ねえ、すごいいい仕事をいっぱいもらってるね、本当に嬉しいです、全部ぶち抜いてください、もう全力で、うん、お利口さんにならないようにしてほしいなと思いますね、はい、今は、大学、音楽大学に通いながらやってんだよね、はい、そうですね、昭和音大、昭和音大っていう、昭和音大、そうですね、学校にどこにあるか知ってる、昭和音大、昭和音大はあそこよ、あの親友でしょ、そうです、お知ってた、俺びっくりしてさ、来ると聞いて、親友になんてそんなとこは、そんなとこってあるいや、どこにあるかは知らないよ、でも、あのだって新、昭和音大の、結構イベントやってんじゃん、そうですね、ね、イベントやるののさ、広告、はいはい、広告みたいのはもうしょっちゅう小田急線の中にある、あ、そうなんですね、うん、でそれで知ってる、知ってる、だからでも俺はもともとさ、百合ヶ丘だから、はい、親友にそんな昭和音大が来たんだっていうのは、まあね、最初からなかったと思うけど、はい、クラシックもある、そうですね、クラシックもあって、クラシックもジャズも、ジャズも、全然知らなかった、その新百合ヶ丘に結構大きいホールもあって、そしてそこで今2年生で授業を毎日、駅のどっち側にある、と実はどっちもあって、どっちもあるの、北校舎と南校舎っていうのが、どっちにもあって、どっちも徒歩5分以内につける距離にあって、あ、そう、あの麻生区だろ、麻生区、麻生区って言うんだよね、だから川崎市麻生区、麻生区、そうです、ね、俺たちっていうか俺がね、子供の頃住んでる時に麻生区なんかなかった、はい、あ、そうなんです、あそこら辺の百合ヶ丘はさ、多摩区だった、へえ、あ、ね、新百合ヶ丘もなかったね、駅がなかった、すごいな、もうずっと山だもん、山道だもん、うわーすごいっす、ね、熊とか出るんだよ、それがあんなに、そうね、開けちゃって、うん、すごいな、そうなんだよ、すごい、いや札幌といえばさ、いいプレイヤーが本当にいっぱい出てる場所だから今ね、それちょっと言っときたかったのは、石井は知ってるかな、山田さんピアニスト、あ、一度お会いしたことある、僕は一回しかやったことないんだけど、素晴らしい、素晴らしいセンスのいいピアニスト、惜しいことにこの間ね亡くなられたんだよね、ちょっと悲しいよね、札幌のピアニストはその前は福井亮さん、福井亮さんも亡くなられたし、ちょっとだからいっぱい出てるんだけど亡くなった人もちょっと多いからね、えちょっと寂しいけど、その君たちはジャズスクールがあるから若い人が出てくるのはね分かるけど、いいプレイヤーが多いよな、僕な、過去な、北海道な、別に自分のこと言ってるわけじゃない、どうしつっこめやそこで、あの人ああそういえばとか言ってくんないかなと思って今言ったんだけど全然反応しないんだから、金沢さんは世田谷の人だと思ってた、うん、確かにそういうイメージ、いや北海道いいですね、でもね、いやもう、うん、そうですね、でもお前大学出ても東京にいるんだろ、はい、そうです、ずっとこっちで活動したいと思ってます、うん、まあ有名になって
使ってください。いや、そんな。笑ってごまかしたの、お前。いや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 、むしろ、よろしくお願いします。一筆書いてもらうから。これが証拠だからさ、この番組がね。ここでちゃんとはっきり言ってもらわないと。そんな、もう。むしろ。彼女はいるの？彼女います。ええ？これね、しっかりしてるな、ほんとに。しっかりしてるなって。そうですね。あとで電話しよう。いや、恥ずかしいですよ、そんなの。え、あの、同じ大学の子？いや、北海道。ああ、北海道か。そあ、そう。しょうがねえな、毎日電話する？いや、でも毎日はしないですけど、割としたりします。今日、ピアノとベースのおじさんにいじめられたんだよ。いや、もう、今日は気合を入れてるっていうのは伝えました。あの、自分のバンドとかもやってんの？たまにリーダーライブをやらせていただいて。リーダーライブ、お前ドラマーのリーダーライブってどんな感じ、自分で曲とか書いてる？僕はもう自分で曲を書いて、それをひたすらみんなにやってもらうっていう感じでやってます。あ、そう。そういえば、松丸圭の最初のシンカイズムというのを一緒にね、レコーディングしたよね。はい、うん、2ドラムで石若俊と。そうです。札幌2人のドラムだったね。いやー、本当にすっごい勉強になりました、あの日は。ね、札幌3人、大阪1人、パプアニューギニア1人っていう変わったバンドだったね。すごいメンバーでした。いや、楽しいレコーディングでしたね。うん、ね、いや、そうですね。あれがいつだ？もう随分経つ、うん、2年ぐらい経つ。17歳の。あ、だってお前札幌にいる時だろ？そうです。おお、時間経つの早いな。いや、そうですね。うん、そうか。日野さんのバンドではツアーが入ってるでしょ？この先。はい。いろんなとこ行けるね。いや、もうすっごい楽しみですね、今年の夏は。酒も飲めるようになったし。はい。飲んで日野さんに絡んでごらん、面白いから。もう怖くて。いっぱいいいものを教わるよ、日野さんには。そうだよ、ね、全部さ、全部直樹のさ、窓を開いてさ、飛び込むんだよ、うん。すごいから。自分をなんか守って、なんかそれを引きずってステージ上がったりしないように。はい、すっぱだかになってステージ上がるんだよ。実は日野さんからすっげえいっぱいいいものもらえるから。もらってばっかりじゃない。これね、どんどん与え続けられるような、ね、プレーをみんなでやりましょう。頑張ります。じゃあそんなやつをやろうか。お願いします。ね、じゃあ、演奏をお届けしましょうかね。ね、はい、うん。はい。じゃあ。
ありがとうございます、ね、高橋直樹っていうピッチャーがいたよな、日ハムに昔。知らない、ちょっと俺に全然知らないです。知らない、知らないです。そういうことじゃない。でも日ハムって北海道、今はね、その頃はまだ違うけど。そうなんですか。あ、高橋直樹、高橋な、なんかあの、ごめんなさいね、太郎ザムナイとか、あれは違う、あれ、え、桃太郎ザムナイ、あれ、あれ、高橋秀樹だあの、この先も頑張ってくださいね。頑張らないで頑張ってくださいね。はい、自信持って。はい、本当音楽年関係ないから、よきゃ、よきゃ本当に二十歳でも関係ない、子供でもじじいでもババアでも関係ない、よければね。若い適当にさ、年上のやつにはさ、さん付けするぐらい、ただそれだけでいいんだよ。あとは適当に舐めてね。日野さんかなんかやったら初日の1曲目かこう、いいラッパだねとか言ってみな。どういう反応に出るか俺は分かんないけど、そのぐらいの気持ちは持ってほしいね。いいなとか思いながら一緒に。他のラッパじゃこうはいかねえよなとか。俺は結構初めてからそう思ってたよ。うん、俺ね、若い時はね、すごい人とやればね、自分はよく聞こえるんだと信じてた。自分のことさておいて。だからいっぱいすごい人とやりたかったから、緊張、上がったり緊張することはなかった。うん。まあ、そんな話を今してもしょうがない。まあ、とにかく、直樹が会うたびに素晴らしいプレイヤーになっていることを望みますね。はい。僕とか石井とかにいいものをいっぱいください。ドラムにしかできないことやってください。はい、本当にもう期待してるし、ね、お前のことが大好きなんだから、ね、頑張ります。やろうね、またね。まあ、そんなとこで今日は、ありがとうございます。はい、じゃあありがとうございました。今日は高橋直樹さん、ありがとうございました。イエイ。じゃあまた来週。